皆さんこんにちは。初めてのゴルフクラブプロジェクトにご参加いただきまして誠にありがとうございます。ゴルフパートナースクール指導責任者総監督の横山健二です。さあ、1回2回3回の麻生プロのレッスン、それから私と一緒に4回目5回目ドライバーとフェアウェイウッドを練習してきて、さあそろそろ皆様とコースに行ける日が近いんじゃないかなと私もドキドキしてます。はい、でどうでしょう、皆さんはドライバーフェアウェイウッド打ててきましたか？大丈夫ですか？ドライバーもただまあ皆様まだ始めてそんなに時間が経ってない、ね、ナイスショットがポン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 出るわけはないと思ってます。はい、そこそこ、ね、林行ったり森行ったりなんか知らないとこ行っちゃったりしないでそこそこ打ててくれればいいと思います。フェアウェイウッドもどうでしょう、ね、ピンにズバ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 向かっていくとは思ってません、ね、そこそこ進んでくれればいいと思います。はい、そのぐらいでコースにぜひ行ってみましょう。はい、では今日コースデビュー前の、最後のレッスンですね、第6回目ぜひ皆様とコースを想定した、練習をしてみたいなと思います。きっと皆さんドキドキワクワクしてると思うのでついついドライバーブン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 振りたくなると思いますが、それではゴルフにならないと思いますのでしっかりここ最後、おさらいをしてからコースに行きましょう。はい、はい、ではですねまずそのコースへ行くと、当然目標に向かって打たなければいけない。はい、練習場で練習するのは、ボールをここからいい球打とうかな、ね、スイングのこと考えながら、ね、特にどこ行ってもいいからいい球打ちたい練習してきたと思います。ところがコースへ行くと、いろんなこと考えなければいけないですね。あそこにグリーンがある、こっちにはなんか池がある、あっちに OB がある、後ろの組は見てる、スコアはいくつになってる、ね、いろいろこと考えてしまうと思うので、まあ、そんなスイングのことなんかは全部頭から外れてしまうと思います、ね、ただその中で、どこどこに打たなければいけない、ね、目標に向かって打たなければいけないのでそんなことを想定した、ね、スイングのことはもう今日は忘れてください。目標に向かって打つということを想定した練習をしましょう。はい、その中で肝になってくるのがルーティン。ルーティンって言葉分かりますね、習慣。プレショットルーティンという言葉があります。ショットの前の習慣。上手なプレイヤーというのはこのプレショットルーティーンが一定になっているということですね。私も、まあ、自分でも気づいてないですがなんとなくいつも同じルーティーンをとってショットしています。はい、この ルーティーンの話を皆様にしてみたいなと思います。はい、まず、目標に向かって打つときに必要なのって何でしょうか。はい、一番大事なのは方向ですかね。はい、方向で、この練習場ではこうやって打席のマットだったりこう、ね、打席のこう柵だったり非常に方向をこう示してくれるものがたくさんあります。ところがコースへ行くともう全部芝なわけですよね。もうどこがまっすぐかわからない。これ行ってみればショートコース行った時にもしかしたら皆さんお感じになったかもしれませんけれどもまっすぐ立つということが非常に難しいんですね。ですのでこれをチェックするのを、ルーティーンに混ぜたいと思います。目標に向かって打つときに構えと同じように目標線に平行に立っているとこのまっすぐというのは非常に分かりにくいです。私でもまっすぐ立つことって非常に難しい。ですので必ず後方にボールの後方に1回立つことをお勧めします。はい、そうしましたら、あれ120ヤードぐらいなんですかね、あそこに旗が1本あると思います。はい、このボールあそこに打ってみたいと思います。はい、で私が後ろに立たずにここで構えてみます。はい、どうでしょう、ピンに行きそうな感じないですよね。私全然右向いてしまってると思います。はい、こうやってこれ、まあ、若干わざとではあるんですがこうやって簡単に違う方へ向いてしまうものなんですね。ですので必ず目標とボールを結んだ後方線上に1回立ちます。はい、はい、そうするとボールと目標を結んだその線上に何か目標が見つけられるんじゃないでしょうか。はい、まあ、ちょっと今練習場なのでなかなかないですけれどもコースへ行ったらこう前の人が打った、ね、跡があったり芝がピョンと起きてたりちょっとなんか枯れた芝があったり何か物が落ちてたり、ね、あんまり動く虫とかだと、ね、ダメですよ。何かこう目印を見つけてもらって
ですか、立った時にその目印とボールを結んだ線を自分で想像します、はい、その線に平行に立つように構えていただくとどうでしょう。これだとあの旗の方向に飛んでいきそうな気しませんかね。ここに立ってるだけだとなかなか分かりません。必ず一度後ろに立って目標とボールを結んだ線上に何か目印を見つけて、その目印とボールを結んだ線に、はい、構えます。はい、これでちょっと打ってみます。あんなにうまくいくとは思いませんでした。はい、非常にまっすぐ目標に向かって飛んでいきましたね。はい、こうやって、一度後ろから見る、ね、これが非常に大切なのでこれは、守ってください。はい、それからルーティーンにもう一つ付け加えたいことがあります。はい、ドライバーのレッスンとかフェアウェイウッドのレッスンの時に自分とボールの距離、この話をしたと思います。はい、ドライバーを何球も打ってれば大体ドライバーこのぐらいかなって微調整することもできます。フェアウェイウッドをまとめて練習してればフェアウェイウッドの場合はこのぐらいできると思うんですが、コース行ったら、何回も何回も打ち直すことはできません。ワンチャンスです。はい、一発でそのクラブの適正な距離のところに立たなければいけない。はい、これが非常に大事になりますのでちょっとこれについてお話ししたいと思います。はい、皆さん、もう説明しているかと思いますが、クラブというのは14本使います。14本すべて長さが違います。はい、14通りの距離を覚えると言ってもなかなか難しいんですね。ですので、基本スイングは一つ、ね、とお話したと思うんですが、すべて自分のアドレスは同じなんですね。クラブが変わるからこのボールとの距離が変わるだけ。つまり自分が正しく構えられるようなボールの位置にセットすればボールの位置はずれないです。はい、これをやってみたいと思います。で、朝奥プロからアドレスいろいろ細かく言われていると思います、ね、もしよかったら第1回第2回第3回見直してみてください。はい、このボールの位置を決めるときに必要なポイントは3つです。はい、体重は足の真ん中土踏まずあたり、はい、それから、前傾は25度から30度、時計で言ったら1時ぐらいですね。はい、そして手をだらーんと垂らしたところ、はい、この3つが、大事なポイントになります。こういったポイントを押さえた構えをした時のクラブヘッドの位置が正しいボールの距離です、ね、ちょっとやってみます。はい、まず、今こうやって僕ボールのところに立ちました。はい、この距離どうやって決めましたか。僕何も測ってません。つまりこれは仮決めですね、うん、まだ何にも決めてない、ただ立っただけ。はい、ここからまあ、今、アイアンなので足が1個2個入るスタンス幅を取ります。そしてグリップを作って、はい、体重がつま先でもなくかかとでもなく真ん中ですね。それから前傾が25度から30度で、手はだらーんと垂らしたところ、はい、でこれでいいですか。このボールを無視してクラブヘッドをストンと落としてみてください。はい、これ正しい構えですよね。そうするとちょっと僕今ボールとずれてますね。クラブの先端にボールを構えてしまってます。これを例えばこうしたら、手を前に出すようにしてボールに合わせてしまったら手をだらんと垂らした構えではなくなってしまいますね。はい、あるいは構えを少し深くしてボールに合わせてしまったらこれも構えが崩れてしまいます。はい、あるいはつま先体重にしてボールに合わせるのもこれもダメですね。ですので体重が真ん中25度から30度、そして手をだらーんと垂らしたところからクラブをストン、はい、このクラブのヘッドの位置にボールが来るように最後微調整をしてください。はい、はい、打ってみます。いかがでしょう。はい、これをすることによって例えば今じゃあこれ短いウェッジですね。ウェッジの時も例えば、はい、構えます、ね、仮決めです、
はい、足1、2、グリップを作って、はい、体重は真ん中25度から30度の前傾、そして手をだらん、はい、でクラブをストン。お、これはひどい、全然ずれてますね。これで打ったって絶対打てないですね、これ届かないですね、これ、はい、ですので、はい、ストン、はい、これを、はい、これでいかがでしょう。ね、こうやってやって毎ショットこうルーティーンをすることによって毎回このボールの位置調整してるんですね、はい、こうやってやることによってさっきドライバー打ったけど今度7番やん、次サンドウェッジ、またフェアウェイウッド、こうやって一球一球クラブが変わってもその番手に合った適正な立ち位置でスイングできるんじゃないでしょうか。方向、それからボールとの距離、こういったものを、意識できるように、ルーティーンちょっと考えてみてください。はい、それがまずルーティンですね。それからもう一つ、皆さん、これからコース行くにあたって方向、これとっても大事です。あともう一つ、距離ですね。距離どのぐらいでしょうかね。最初にお話ししたようにドライバーの200何十ヤード遠くもアプローチの40ヤードも自分で、打ち分けるのは非常に難しいです。そうではなくてクラブを変えることによって勝手に距離が変わってくれる。ですので残りの距離に応じて使う番手を変えていくというのがゴルフのやり方です。ですので自分で何番でどのぐらい飛ぶ、これを把握してないと非常に難しいですよね、はい、コースに行くと、ヤード表示が必ずあります。もちろんキャディさんがいればキャディさんに行くこともできますし、はい、自分でそのヤード表示を見ながら、あ、これは残り何ヤードなんだって判断するのもゴルファーの技量です。じゃあ残り150になりました、はい、ここからグリーンまで、旗まで150ヤードあるよという時に何で打ったらいいかがわからない、これはちょっとまずいので、だいたい何番で何ヤード、最初1本でもいいかもしれないですね。7番で私は130飛ぶんですよと、ね、女性だったらじゃあ7番だとちょうど80ヤードのところに落ちるかなと、あ、そうやって、自分の各番手の距離を、把握するというのは非常に大事です。で、大体、男性でいうとアイアン1番手で大体10ヤードぐらいの差が出るのがまあ理想です。なかなかそこまできっちり出る人いないかもしれない。で、女性に関してはもっと距離、差が出ないかもしれないですね。そのぐらいのピッチで、番手によって距離が変わっていく、まあ、そういう、まあ、計算が成り立つので、まあ、全部のクラブを覚えるというよりも、僕だったら7番で膝130だから、じゃあ8番だったら120かな、9番だったら110かな、ピッチングで100ぐらいかな、そんな風な想定でも最初はいいと思います。そうやってやって何か一つ基準を決めて、男性だと10ヤードピッチ、女性だとそこまで出ないかなっていうぐらいで大体計算しておくといいと思います。はい、で、その自分の番手の距離が分かったら、あともう一個やってほしいことがあるんです。はい、もうちょっと手前、いわゆる中途半端な距離、50ヤードとか、この辺意外と難しいんですね。はい、フルショットで失敗するとすっごい悔しいんですけど、アプローチ失敗すると非常に悲しい気持ちになる。ここの失敗はね、なんか情けないんですよね。ですのでぜひここ上手になってもらいたい、はい、そういった意味では、まあ、アプローチに使うクラブ、グリーン周りのショートアプローチは、浅岡プロから7番9番アプローチウェッジ、こんなレッスンあったかもしれませんけれども、もうちょっと中途半端な距離ですね。この辺はピッチングウェッジだかアプローチウェッジだか、その辺を使ってなんとなくやっぱり自分の基準は作っていきたい。はい、例えば私だったらピッチングウェッジ、ピッチングウェッジで、例えばスイング1、7時5時だったら10ヤードかな、そんないかないかな、ね、今度8時4時だったら15ヤードかな、9時3時だったら、50ヤードぐらい飛んでいくかな、そういったように、短いピッチングかアプローチウェッジか、その辺のアプローチに使うクラブでは振り幅によって大体何ヤードぐらいというような基準を作っておくと非常に有効だと思いますので、はい、各番手のフルショットの距離と、それからアプローチで使うクラブの振り幅の、振り幅に対しての自分の飛距離、この辺を調べておくのもコースに行ったら非常に大事な
要素になってきますので、この辺も今日のうちに調べておいてください。はい、はい、それでは、技術的なお話はここまでです。皆さんも、本コースのデビュー準備が整ったと思います。あとは予約を入れて予定を組むだけですね。で、この最後、僕一つだけ言っておきたいことがあります。ゴルフパートナーではグッドゴルファーという言葉を今使って、盛んに皆さんでグッドゴルファーになろうよと、そんな話をさせていただいてます。グッドゴルファーって何かというと、上手な人はいくらでもいます。ただマナー、エチケット、こういったものを兼ね備えた、人に愛される、いわゆるかっこいいゴルファーになっていただけるように、我々も皆さんのことを応援しております。その中で一番、嫌われるの何だと思いますか。私の性格がせっかちだからというわけではないと思うんですが、プレーの進行が遅いプレーヤー、これは周りからは非常に嫌われます。はい、皆さんご存知かもしれませんけれども、コースというのは順番に一組ずつでスタートしていきます。一組でも遅いプレーヤーがいると、その組の全体の進行が遅れます。一組でも遅い組があると、後ろの組は全部詰まっていきます。これからの季節、冬になって日が短くなっていくと、最終の組なんかは日没で最後までプレーができない、そんなことになるか恐れもありますね。ですので、ハーフで2時間で回ってきなさいよ、こういった、ルールにはないですけれども、こういったマナー、エチケットはしっかり守れるグッドゴルファーになることが、かっこいいゴルファーの始まりであり、またゴルフ仲間がたくさんできて楽しいゴルフライフを送るためには必要なことだと思いますので、そのコツを一つだけお話ししておきたいと思います。初心者の方、これあんまり上手にできない、これはもうしょうがないです。しょうがないって別に開き直って、いいとは思いませんけれども、最初はやっぱり誰でもうまくいかないので、周りの方々に多少迷惑かけるとは思います。もうそれはしょうがないです。もう迷惑かけるからすいませんと先に言っといてください。その代わり皆さんが上手になった時に、今度初心者の方がいらした時に優しく、ね、マナーエチケットを教えてあげれば、それで僕はいいと思いますので、最初は一緒に行く方々に、ちょっとごめん俺初めてだから、ね、私ちょっと初めてなんですいません、ご迷惑をおかけしますけども、一言言っておくといいと思います。はい、ただその、下手なこと、上手にできないことって実はそんなに迷惑かかるもんじゃない、ね、この遅いというのの原因になるのが、構えてからいろいろああでもないこうでもない考えたり、その時間がかかるのが非常に、迷惑っていうとちょっと言葉はきついですけども、そこはちょっと避けたいポイントなんですね。で、ティーアップしてから、打ち終わるまで、10秒から15秒ぐらいで、これはねルールにもあります。ここがあまり遅いと、これは遅延プレーといってペナルティー取られます、ね、そういうルールにもありますので、できれば皆さんは構えてから10秒から15秒、その間に打ち終わるぐらいにしたいですね。で、当然、素振りもしたいでしょうけれども、2回3回やるのはマナー違反です。素振りは1回、そうすればティーアップしてから打ち終わるまでに、15秒はかかることはまずないと思います。はい、今麻生プロや僕からいろいろアドバイスさせていただきましたけれども、いらっしゃるんですね。構えてから麻生先生がこう言ってたな、横山プロがこういうふうに言ってた、はい、これは、周りもイライラします。そして自分でもやっぱりリズム悪くなりますね。はい、構えて、もういいぞとしないと思います。想像してみてください。はい、かけっこの時に用意って言ってから1分経ったらもう走れないですよね。それと一緒です。やっぱりある程度リズムよく構えたら打った方がいいと思うので、ご自分のためにも15秒以内、そのぐらいは守っていただきたいなと思います。ちょっと私一回やってみたいと思います。はい、おそらく10秒かからなかったんじゃないかなと思います。かかったかな。はい、ね、このぐらいのペースで進んでいただければ、皆さんも、他のゴルファーに迷惑をかけず、あいつまだ初心者だけど一緒にプレーしてて楽しいよねと言ってもらえて、どん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 ゴルフ仲間が広がっていくんじゃないかなと思います。はい、で、ここまでお話しさせていただきまして、
皆様これで、お友達と一緒にゴルフ行って、嫌われるようなゴルファーではなくなっていると思います。ただ一つだけお願いしておきたいことがあるのですが、いくら皆さんこうやってゴルフの技術もマナーそういったことも簡単に、知ったとはいえ、さすがに初心者の方々だけ4人でコースに行くとこれはさすがに難しいと思います。やはりこう皆様をこうガイドしてくれる、エチケットリーダー、というような、方が必要になると思いますので、できればゴルフに慣れた方、上級者の方、そういった方々と最初は一緒に、連れてってもらうっていうんですかね、そういう方々と一緒に行っていただければなと思います。もしねどうしてもそういう方がいらっしゃらない場合は、お近くのゴルフパートナーのスタッフにお声をかけていただければ、そういったこう、こうお仲間作りとか、そういった方を紹介するとか、そういったことまでできる限りのことをいたしますので、そういった意味でも、トータルで我々は皆様のゴルフライフを応援しようと思ってますので、もしそういう方はお気軽にスタッフまでお声かけくださいということで、では頑張ってください。じゃあ私は明日の朝ティーグラウンドでお待ちしております。ありがとうございました。